ロマンティック恋の花咲く浮かれモード地上最大の恋が始まりそう。見かけるあの人に恋してた。普段は仲間とはしゃいでる目立つ人、自転車置き場の前油断していたら急に彼が携帯番号メモにしてくれた。ロマンティック恋の花咲く地元の駅、いつもと違う景色に変わった。ロマンティック恋の花咲く浮かれモード悟られないようにメモを受け取った。メモは見ずに一目散、それでも半信半疑だし変な気分、夜の9時になったら電話が欲しいと決まり時間書いてあがった。そこにふと来たなら、ロマンティック恋の花咲く夜の9時は気になるドラマの始まる気配だわ。ロマンティック恋の花には勇気がいる。部屋に鍵かけて時計とにらめこう。Whoa, whoa, whoa.ロマンティック恋の花咲く夜の9時は史上最大で心のビーバーは、ロマンティック恋の花咲く私の部屋、いつもと違う景色に変わった、yeah!ロマンティック恋の花咲く浮かれモード悟られないように恋が始まりそう。